散歩？うん、撮りま…ちょっと画面お借りします。ジオテクノロジーズ広報課長に就任した鈴木福です。メガトン級のニュースがあるんです。それは人流データ。この人の動きが手に取るように分かるデータを私たちは1日10億も扱っているんです。もし人の動きが予想できたら、あなたはどんな問題を解決しますか？やりたいことをサイトからぜひご記入ください。ジオテクノロジーズ。ねえ、今日もお散歩？うん、撮りま…一瞬画面をお借りします。ジオテクノロジーズ広報課長の鈴木福です。メガトン級のビジネスチャンスです。私たちは1400万ダウンロードを誇るアプリトリマを開発しました。このトリマのアンケート機能を使えば、なんと24時間以内に全国から10万人もの回答が集まるんです。これを使ってあなたはどんなビジネスをしますか？サイトからお問い合わせください。ジオテクノロジーズ。結構まあ広報課長で熱意を込めながら時間内に収めなきゃいけないっていうのがね、やっぱ言いたいこととその伝えたいことに対して時間が足りないっていうのはやっぱプレゼンあるあるだと思うんですけど、それを感じながら撮影してました。でリーダー的な立ち位置はあんま好きじゃなくて、リーダーとしてやるってよりかは、僕がこういうことやりたいって思ったことに対してリーダーに立ってもらって、その隣で僕はこういうことしたいんだよねっていうのを常に隣で言いながら引っ張ってもらいながらアイデアをポン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 って出して実現してもらうみたいな、そういうのがやりたいです。サブリーダー的なポジションでなんか言いたいことを言えるけど、ちょっと やってもらうところ多めでみたいな、自分は自分のできる範囲でみたいな、得意なところだけみたいな、そういうのがいいですね。そうですね、20歳って言ってももう来年なんで、まあ、今とあんま変わらず楽しくやってるんじゃないですかね。お酒もね飲めるようになるんで、そこでちょっとずついろんな先輩たちとか、やっぱ今までお酒飲もうねって、20歳になったらお酒飲もうねって言ってくれてた先輩たちがたくさんいるので、そういった方々と一緒に飲みに行ったりとかできたら楽しいんじゃないかなって思います。で30歳、なんか僕が今まあ密かに思ってるこういうことやりたいなとか、こうやってたら楽しいだろうなって思えることを叶えていけたらいいかなっていうのはありますね。まあ、40歳も、まあ、全くその通りで、今あるそのやりたいことももちろんそうだし、あとはまあここから人生進んでいくにつれて思い描くようになる、なんか夢であったり目標であったり、だからこういう風にやりたいなっていうことを全部叶えたいなっていうのはあります。会員ってところでもこう20、30、40とかステップアップなどはやっぱり思いがけられてますか？いや、もう30歳ぐらいで超ビッグになって、40歳ぐらいでも超超ビッグになりたいです。いや本当新しい場所に行くときはすごく見ますし、ちゃんと使えますし、あとはなんか普段通る道じゃないところから家に帰ってみようかなっていう時とか、よく使ってましたね。特に高校時代は自転車で学校に行ってたんですけど、自転車通学の間とか帰りとか、ちょっと今日この後仕事ないし、ちょっとゆっくり遠回りして帰ろうかなみたいな、なんか面白いもの発見してお店とか、まあ寄ったりはしないですけど、なんか見てここ行きたいとか思いたいなみたいな、なんかその時はアンケート機能とかも全然知らなくて、本当にただ歩くだけだと思ってたんで、なんかなんだ自分のためにっていうイメージが意識がすごく強かったんですけど、やっぱそうやってアンケートとかにね回答するので喜んでくれるというかね、その助かる人たちもいるわけじゃないですか、企業さんとかで。まあその人流っていうかね、そのデータ的なところでもやっぱトリマ活躍されてると思うんで、そこになんか貢献してるっていう、貢献するっていう意味でも、なんかそういう風な発想で続けたら
だから自分のためだけって思うとね、まあいいかなって思っちゃうところあるとは思うんですけど、こうなんだろう、人のためにも自分のためにもって思うと続けられる気がするんで、ちょっとやります。本格的に結構考えてるのは野球の、野球が大好きで野球用品とかがすごい好きなので、野球のグローブとかそういうの作る会社ができたらいいなっていうのを思ってます。まあそれに付随してスポーツショップとかもね、野球ショップとかもなんかセレクトショップみたいなのとかやってみたいなっていうのはあります。だいたい7時前には起きてるかな。はい、まず起きる、だいたい6時半から7時40分とかぐらいの間で、日によってやっぱ授業の日と授業のその1限から始まるのか2限から始まるのか、まあ3限からの日もあるんで、まあその日によって大体そのぐらいで起きてるかな。まあ朝ごはん食べたりとか、まあ、いろんな時間がここら辺にあります。でまあそこから移動時間を、まあ、抜いたとしても移動時間ここら辺にあって、で仕事をして、でまあ移動して、まあ、家でいろいろ、まあ、お風呂とかね、歯磨きとか、なんか兄弟と遊ぶとか犬と遊ぶとか課題とか、それこそあの朝のね情報番組レギュラーでやらせてもらってるんですけど、4時15分ぐらいに入ってあの局に、でそこから放送中の6時半ぐらいまでの間で課題を終わらせて提出したりとか結構日々を追われながら、この移動時間とか中学校の休みの間とか仕事もちょっと休憩の時間にやったりとか、結構いろいろと追われてやってますね。タイムマネジメントできてるかって言われると、やっぱあの基本がないので、今こういう形にしてますけど、いやだって日によっては3時15分とかに起きてますから。いやもう僕は逆にタイムマネジメントをせずに臨機応変に対応して、もうそれで楽しくやっていくっていうのがタイムマネジメントかなみたいなそういうふうに思ってやってます。なんかきっちりこの時間に起きてとか、まあ、逆に苦手なので、寝られる時に寝て、食べれる時に食べて、できる時に課題やって、授業受けられる時受けて、仕事できる時にして、そんな感じです。この度ジオテクノロジーズの広報課長に就任しました鈴木福です。皆さんぜひジオテクノロジーズのサービスを使って、問題や課題を解決したりビジネス一緒にやっていきましょう。ビジネストレンドをお伝えします。キーワードは人流データです。これは人の動きが手に取るように、でっかいのがこう出てこうして、ジオテクノロジーズ先生、体の向きももう少し曲げてもらった方が見やすくて押しやすいじゃないですか。はい、こういう感じです。わかりました。あったよーい。はい、ちょっと画面をお借りします。ジオテクノロジーズ広報課長に就任した鈴木福です。突然ですが、私たちと一緒にビジネスをしましょう。皆様にメガトン級に新しいビジネストレンドをお伝えします。キーワードは人流データです。これは人の動きが手に取るように分かるお宝データです。私たちはそのデータを1日10億も扱っています。この人流データに29年間更新し続けた地図データを掛け合わせると、例えば観光業界ならイベントの人出の混雑予想ができたり、サービス業ならお店の出店計画にも活かせます。これはかなりのビジネスチャンスです。さあ、あなたの、本番、よー。
ちょっと画面をお借りします。ジオテクノロジーズ広報課長に就任した鈴木福です。突然ですが、私たちと一緒にビジネスをしましょう。皆様にメガトン級に新しいビジネストレンドをお伝えします。キーワードは人流データです。これは人の動きが手に取るように分かるお宝データです。私たちはそのデータを1日10億も扱っています。この人流データに29年間更新し続けた地図データを掛け合わせると、例えば観光業界ならイベントの人出の混雑予想ができたり、サービス業ならお店の出店計画にも活かせます。これはかなりのビジネスチャンスです。さあ、あなたならこの人流データでどんな問題を解決しますか？勢い余ってプレゼンシートを作ってしまいましたので、弊社のサイトからやりたいことをご記入ください。ぜひお仕事ご一緒しましょう。ジオテクノロジーズ。はい、よかった。いいと思います。はい、いかがでしょうか。はい。よ。はい。ちょっと画面をお借りします。ジオテクノロジーズ広報課長に就任した鈴木福です。メガトン級のニュースがあるんです。それは人流データ。この人の動きが手に取るように分かるデータを私たちは1日10億も扱っているんです。もし人の動きが予想できたら、あなたはどんな問題を解決しますか？やりたいことをサイトからぜひご記入ください。ジオテクノロジーズ。はい、カット。いただきました。はい、ちょっとやってくれてありがとうございます。本番参りました。参ります。よい、皆様、ジオテクノロジーズとビジネスをしませんか？今、あ、ここだった。はい、カット。ビジネスをしませんか？これ、皆さん、うんにしちゃダメですか？まから、字に行くのが結構、皆さん、ジオテクノロジーズの方がちょっと言いやすくて、そこの多分、ちょっとが聞いてくんじゃないかな。皆の衆。皆さん、ジオテクノロジーズとビジネスをしましょう。今話題の人流データ、もし1日10億ものビッグデータで人の動きが分かるとしたら、あなたはどんな問題を解決しますか？サイトからぜひご記入を。ジオテクノロジーズ。はい、カットです。いただきました。はい、はい、バン。お願いします。よーい、はい。ちょっと画面をお借りします。ジオテクノロジーズ広報課長に就任した鈴木福です。突然ですが、皆様にメガトン級のビジネスチャンスをお伝えします。私たちは29年以上の実績があるデジタル地図会社でもありますが、1400万ダウンロードを誇るアプリトリマを開発した会社でもあるんです。このトリマのアンケート機能を使えば、なんと24時間以内に全国から10万人もの回答を集めることが可能なんです。それらの回答は、例えばマーケティングや自治体の観光調査などにも活かせます。さあ、あなたならこのトリマのアンケート機能を使ってどんなビジネスをしますか？弊社のサイトから御社のアイデアをお聞かせください。ぜひお仕事ご一緒しましょう。ジオテクノロジーズ。はい、と思います。本番、よー、はい。一瞬画面をお借りします。ジオテクノロジーズ広報課長の鈴木福です。メガトン級のビジネスチャンスです。私たちは1400万ダウンロードを誇るアプリトリマを開発しました。このトリマのアンケート機能を使えば、なんと24時間以内に全国から10万人もの回答が集まるんです。これを使ってあなたはどんなビジネスをしますか？サイトからお問い合わせください。ジオテクノロジーズ。なんと24時間以内に全国から10万人もの回答が集まるんです。それを使ってあなたはどんなビジネスをしますか？サイトからお問い合わせください。ジオテクノロジーズ。よーい、はい。皆さん、ジオテクノロジーズとビジネスをしましょう。もし24時間以内に全国から10万人もの回答が集まるアンケートが使えるとしたら、あなたはどんなことが知りたいですか？お気軽にお問い合わせを。ジオテクノロジーズ。なんか今手の動き変だった。もう一回お願いします。はい、連続でいきましょう。10万人もの回答が集まるアンケートが使えるとですよね。こっちですよね。はい、
皆さん、ジオテクノロジーズとビジネスをしましょう。もし24時間以内に全国から10万人もの回答が集まるアンケートを使えたら、あなたはどんなことが知りたいですか？お気軽にお問い合わせを。ジオテクノロジーズ。いいですね。はい、もっと口開けちゃうとどうですか？はい、ちょっと言い過ぎた。違う。あ、でもなんか、はい、いいですね。ぐっとリラックスした感じで。はい、やりすぎかなっつぐらい言ってみましょうか、一回。はい。ちょっと、はい、でも、あ、いいですよ、いいですよ。はい。素敵ですね。やっぱり、ぼーっとしてる。あ、いいですね。あ、せっかく作ってくれてた裏設定、何も意味なくなった。ちょっと指先を左の方に向ける感じ。指先を左の方。あ、そんな感じですか。はい、それで笑顔、スマイルで。はい、です。はい。そこからのビッグスマイルですね。はい。いいですね。鈴木福さん、本日の撮影以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます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 。来週は鈴木福さんの19歳の誕生日になります。ありがとうございます。ありがとうございます。そこの風で火が消えちゃった。ありがとうございます。行きます。はい、おはようございます。ありがとうございます。19歳の抱負をぜひ一言。19歳の抱負、そうですね、まあ、はい、まず目の前に迫っているのが舞台の初、まあ、主演というか主人公を演じるのがあるので、ミュージカルをやらせてもらうんですけど、それをしっかり成功させるのと、まあとりあえず大学2年生に上がれるように。全力で頑張りながら、他の仕事も一つ一つ頑張っていきたいなと思います。広報課長としても頑張ります。頑張ってください。はい、ありがとうございます。素敵、とても素敵って、なんか、あー、できました。とても素敵です。もうこれトップに乗ります、絶対に。はい、ちょっと待ってくださいね。あ、もうとても素敵なので、もうちょっとだけ、で終わります。ありがとうございます。おめでとうございます。2023年6月11日辞令、鈴木福殿、帰職を7月18日付でジオテクノロジーズ株式会社広報課長に任ずる。ジオテクノロジーズ株式会社代表取締役社長 CEO 杉原博重、頑張ってください。ありがとうございます。記念に額に飾っておいて、はい、ね、鈴木福君、この名刺でございます。はい、よろしくです。ありがとうございます。こうかな。やったぜって感じです。あ、それもありですね。ラスト、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。